はいえー、それではですね2022年度の国公立大学医学部医学科の入試変更点についてお話ししていこうかなというふうに思います、えー、これまあ新高校3年生向けに撮ってる動画になりますけれども まあ、新高校3年生の1年後の今日ってなると、ちょうどね、入学式とかやってる時期かなというふうに思いますので、まあ、皆さんにとっての受験がですね1年切っているということは、ですねもうお分かりかなというふうに思います。2022年度の国,公立,、えー、国公立大学の医学部医学科の入試変更点をお話しする際にですね、どうしてもやっぱりね、昨年、要は一つ上の先輩たちの時に、まあ、共通テストも含めてですね、入試っていうのが大きく変更されています。 なので、一つ上の先輩たちの21年度のですね入試の変更点と合わせてですね今年の入試の変更点を覚えておいてほしいという形でこの動画を進めてまいりたいと思いますえまずはじめにですね旭川医科大学これ一つ前ですね2021年の今年の、まあ、春のですね入試に関してです、えー、後期日程の個別試験の理科を英語に変更しているという形ですね理科を英語ってかなりの変更ですよね で似たようなケースとして、広崎、前期日程の個別試験の外国語、数学を総合問題に変更という形になってますね。で、総合問題に関してはよく相談されるんですけれども、ちょっとね、今年の広崎の問題、その総合問題まだ見てないのでわからないんですけれども、まあ、総合問題のパターンとしては大きく分けて2つあると思っておいてください。1つは題、大問の例えば1番から5番の、大問1は英語。 大物の2番は数学で大物の3番は理科みたいな形での総合問題というケースですね。で、もう一つは、例えば科学とか物理とか何でもいいんですけども、そういうテーマを例えば英語で書かれていると。で、それに対して読み解いたり、計算したりとかですね、式を書いたりとか、さまざ、あ、まなパターンで出題されるという形の総合問題。 なので皆さんがですねもし受験したいなとか思い描くような大学があった時にそこの入試問題に総合問題っていうふうに書かれてた時にはやっぱりどういう形式なのかっていうのをチェックしてほしいですし逆に総合問題で受験したいなと思っている時は複数の大学の総合問題を見比べて自分自身でですね有利になっているものを選んでもらうというのも一つ方法かなというふうに思います。 それ以外の変更点ですね。えー、もう一回朝日化に戻りますけれども、全後期日程でともに2段階選抜の予告倍率を10倍から5倍に変更。募集定員の10倍からそこを5倍に絞り込みますよと。これ結構な変更ですよね。似たようなケースとして、新州大学の前期2段階選抜の予告倍率を5倍から4倍に変更。それ以外を見ていくと、弘前ですね。前期日程の定員を70人から65人に。 名古屋一律の場合は70人から60人前期募集定員を減少という形になりますで定員の減少とか増加っていうのは必ず他の部分に他の入試方式に転用されているケースがほとんどになります国立、まあの場合ね総数っていうのを変えることができないので要は増やすってことは特にできないので、えー、増やせない代わりに他で転用というケースになってきますで名古屋大学は後期の二段階選抜を廃止と これね、2021年度のおさらいです。次、同じく2021年度のおさらいです。えー、京都大学ですね、えー、前期日程での2段階選抜の基準点を予告倍率に変更。基準点というのは900点満点中の何点以上の人は出願かという形ですね。それを募集定員の予告倍率に変更しましたということです。京都をね、受ける人はちょっとね、この後もつ話、続きがあるので覚えておいてください。基準点から予告倍率に変更したのが去年です。 で次、京都府立医科大学も同じく予告倍率っていうものを4倍から3倍に変更。ただし、京都府立医科大学のように、これね、過去の動画でも説明してるんですけども、もともとね、最難関の大学っていうのは倍率変動が比較的緩やかなので、ここはね、正直あんまり影響を受けてないんじゃないかなというふうに思います。 神戸大学も前期日程の第一段階選抜を基準点から予告倍率に変更。要は同じように、京都と同じようにね、900点中の何点、まあ、70何ってあるんだけども、それを予告倍率3倍に変更。これはね、えー、っと、神戸の場合はやっぱ共通テストの結果で出願者の人数が大きく変わる大学の一つなので、予告倍率の絞り込みっていうのは結構厳しかったんじゃないかなというふうに思います。 次、鳥取大学は2段階選抜を新規実施という形になります。一つ上の先輩たちの中で、一番、まあ、このね、今年で話題になったのは、この香川と愛媛の後期募集停止、これが大きかったですね。 要は、4県ある四国のです、ね、うち2つが後期を停止するということですよね、えー。定員は香川の場合は59人から79人、愛媛の場合は40人から55人に前期の定員を変えるということですね。後期をなくす代わりに前期の定員を増やしますということですね。えー、愛媛の場合はさらにですね前期の英語試験を総合問題に変更。 共通テストををす総合型選抜を実施、まあ、こういうところですね、総合型選抜をまあしていることによって、定員とかを新たに追加させているので、まあ、後期の分からこう分けているみたいなイメージになってくると思います。で長崎に関しては、前期日程で募集人員を71から60あ76に変更していますので、これもね、5人分をどこかから補填しているというようなイメージになってきます。 じゃあ次ですね、えー、皆さん新高校3年生の方たちが受験する時の入試の変更点で、えー、今年の4月1日現在で分かっているもの私なりに調べたものに関してご説明をしていきます まず北海道大学は総合型選抜っていうのがあるんですけどももともとあるんですけどもそれをリニューアルしていますタイプ1とタイプ2の受験型っていう受験パターンっていうのが存在するんですけども医学部医学科はこのタイプ1共通テストを課すというものプラス学校の先生の評価方式っていうものが必要になってくる入試方式この高校の先生の評価方式っていうのは大学が指定する評価基準 評価項目ですね、これに対して、えー、学校の先生が、えー、その受験生に対して、これはこの段、えーまあ、10段階か5段階は分かんないですけど、えー、これですよという数値化をするというものですね、でそれと共通テスト、まあ、基礎学力ですね、これを掛け合わせて合格者を決めるというです、ね、ちょっとね、新しい入試方式を導入しますので、まあね、興味ある人はちょっとよく読んでおいてほしいなと思います。えー、福島県立医科大学は、総合型入試の5人を新規で募集します。その代わり、えー 電気の定員は5人減らしまますすよとということになります次、えー、群馬大学ですね学校推薦型選抜の共通テスト免除だったものを共通テストカスに変更になりますで次、えー、千葉大学ですね千葉大学っていうのは、えっと、後期試験の、えー、地域枠の募集停止、えー、千葉大学はですね後期日程自体っていうのは行ってるんですけれども、まあ、その中の地域枠っていうものを停止するということになりますでこの地域枠っていう言葉もですね実は、えー 大学によって位置づけっていうのが変わってくるのでそのあたりですね考えている人に関しては自分には該当する地域枠なのか自分には該当しない地域枠なのかってこともですねしっかりと確認をしておいてください。 ここからがですね、ちょっと注目点になってくるかなと思うんですけれども、富山大学、もともとですね、高校立医学部医学科の入試っていうのは、後期日程の、まあ、受けれる大学数っていうのが結構少ないんですよね。その中でさらにですね、昨年、まあ、愛媛と香川が後期を停止したんですけれども、富山も募集を停止するということになります。 その分ですね、前期試験で60人から70人の定員変更と、総合型選抜共通テストを課すという、まあ、新規実施によって定員、まあ、人員をですね、そちらに分散しているということになります。京都大学です。で、先ほどね、えっと、昨年1個上の先輩たちの時に、要は基準点、900点満点中の何点以上の人が出願をやめて、 要は、募集人員の何倍という形に変えますよっていうふうにしたんだけども、結局、皆さんが受験する時には、900点中の630点以上のものの中から、募集人員の3倍までのものを第一段階選抜の合格者とするという形にまた変えたんですね。んなんか連続で変えるってなかなかないことなんですけれども、まあそういうふうに変更されているということ。 ただ、もう一個注意してほしいことがあって、この何点中何点、まあ、900点満点中の何点っていうのの基準ね、見てもらうと分かるように7割なんですよね。で結構低いですよねで。大阪大学とかも基準点ですよね。で、神戸は基準点からまあ募集、募集人員の何倍までっていう形に変えたんですけれども、過去のものを見たときにえ、基準点のこの得点で合格してる人本当にいるのっていうのがよくあるんですよね。で、実際に、 じゃあ、京都大学の合格者の最低得点率見てみましょうよ。7割で受かってる人まずいないんですよね。で、私、過去で見てもやっぱりいないんですよ。で、神戸とかでも基準点設けてましたけども、その中で、あれもね、70何だったんですけども、じゃあ70何で神戸受かってる人いるのかって言われたらいないんですよね。 ただ、中にはまあ83%とか4%とかで神戸受かってる人も見たことあるんですけども、やっぱりその人は逆にね、二次試験の得点率がもう圧倒的に他の人たちよりも高い、もう最高得点に近いというような点数を取ってるケースに限っては、まあ、低い得点率で受かってるっていケースもあります。 京都の場合は特にね、共通テストよりも二次試験の配点の方が大きいので、なんかね、大逆転のチャンスあるんじゃないかなっていうふうに思ってしまいがちなんだけれども、実際じゃあ過去のね、得点率を見た時にそういう点数の人いるかって言われたらまあいないです。なので、やっぱりね、高得点。 共通テスト、難関であればあるほどですね、やっぱり基本的な問題は取れて当然でしょうというような結果が、まあ、伴っていますので、バランスよく勉強していただいてですね、乗り越えてほしいなというふうに思います、えー。皆さんが受験する新高校3年生の入試の変更点で、私自身が一番注目しているのはこの宮崎です。で、前期試験の個別試験にて理科2科目を追加。えー、去年までは理科はなかったんですね。えー、国公立の前期の入試の中には、 えっと、特定の科目だけ免除されている、要は試験科目にないという大学がポロポロあるんですね。でそのうちの一つが宮崎です。英語とか数学に関しては、すごいね、自信を持って受験できるんだけども、理科はなかなか追いつかなかったので、怖いですっていう受験生も当然いると思うんです。でその時に、こういうね、宮崎は理科を貸していなかったっていうのが、まあ、受験生にとってはね、ラッキーであるっていうケースもあったかもしれないです。ただ、それがまあなくなって、理科2科目追加しますよっていう形になったので、 じゃあ宮崎っていうふうに思ってた人が、そのままに宮崎に突っ込むのかって言われたら、ちょっと疑問かなというふうに思います。で、一方で、後期試験は、もともと英語と理科、面接っていう形だったんですけども、後期試験の方は理科除外という形になったんですね。だから結局何がしたいのかよくわからないんですけども、まあ後期では理科をなくしますよというケースになりました。えー、学校推薦型の一般枠っていうものを15人を廃止し、全国地域枠っていうものを10人実施すると。 という形にも変更しています。なので、宮崎はですね、ちょっとね、いろんな形での、まあ、変更がありますので、特にね、ちょっと検討材料に入れてた大学である方にとってはですね、要注意かなというふうに思います。先ほどから後期のお話をしていますので、ちょっと後期のまとめをしましょう。でこれもね、4月1日現在のものにはなるんですけれども、後期が実施される大学の一覧です。でその中で、大学の名前の横に丸を入れているところ、これが二次試験、学科試験を課すという大学になります。 朝日川、千葉、東京、イカ市か、山梨、岐阜、宮崎、奈良県立、イカというところですね。で先ほどからお話ししているように、21年度の入試の時に、朝日川は理科から英語に変更。で、皆さんが受験するときには、宮崎が英語、理科だったものが英語だけになってしまった。で、そこで、さらに富山は後期なくなっているという状況です。なので、まあ、3科目で受験できるところっていうのは実質4つと。 いうことで、それ以外のところは1科目、ないし2科目での受験という形になっています。で、それ以外のところっていうのは面接と小論文だけ、まあどちらかですね、もしくは共通テストだけ、みたいな大学になってくるので、このあたりもね、しっかりと確認をしておいてください。 で次回なんですけれども、次回は1個上の先輩たち、まあ、共通テスト初めての年のですね先輩たちの倍率であったりとか、あとはまあね、時期によっては大学がまあ得点一覧公表しますので、どれぐらいの得点率だったのか、みたいなところも踏まえてお話ができればなというふうに思っています。 またですね、それ以降に関しては、これ毎年私授業やってるんですけれども、えっ、ー、と、医療時事の問題に関してですね、どういうことを知っておくべきなのか、どういうテーマで勉強しておくべきなのか、いうところちょっとお話ができればなというふうに思ってます。で実際今年出たね、えー、時事問題とかの例とかを使いながら、まあ、説明ができればなというふうに思っています。で、実際に、えっ、ー、と、まあ、倍率のとこね、ちょっとだけ触れておきましょう。 はいえーとまあ、倍率のことといっても、まあね、そんなこと細かに説明しても難しいと思うので、まあ、これも、ね、以前の動画で、まあ、核年現象とかのお話をさせてもらったケースの、ね、動画もあると思うんですけども、まあ、その2021年度がどういう結果だったのかっていうのを一応簡単にまとめてます。 旭川、先ほどお話ししたように、要は、えっと、皆さんの1校目の先輩の時から募集定員に対しての、えー、倍率ですよね、2段階選抜の予告倍率っていうのを10倍から5倍に引き下げていますので、えー、こういうふうに見てもらったら、まあ、3.7倍、要は、まあ、5倍に引き下げたことによって倍率が大きく、へ、ま、こ、あ、んでるように見えるんだけども、まあ、そういう理由もあってということになってますね。 それ以外にも先ほどお話しした後期をなくした香川、えー、愛媛ですね。こういうところも見てみましょう。そしたら、えっと、例えば、愛媛の場合は倍率大きく上がってますね。過去で見てもかなり倍率上がってる後期がなくなった分の影響を受けてるんでしょう。ただ、香川に関してはそんな変わってないんですね。で、これは愛媛と香川での入試方式の違い。先ほどお話ししたように、要は、 特定の科目があるなしで受験生が集中する市内っていうのは当然出てくると思うのでそういった影響を受けてる可能性っていうのは当然ありますじゃあ残りの高知と徳島残り2県に関してはどうかって言われると実はまあこれ確年減少とか高知とかも確年減少とかなのでそんな影響を受けていないってことがわかるとでこの辺の細かな話はまあ次回でお話ししようかなと思っていますで同じように旭川 10倍から5倍に絞り込んだのでこれ見てもらったら分かるように40.1倍35.9倍から突然12.5倍に変わっているというようなところもあったりしますで、まあ、最近、まあ、久しぶりかなと思ったのはこの岐阜と浜松、えー、東海地方が人気が集中することっていうのが、まあ、なかなかないんですけれども ただ、私自身の記憶として過去に、ああ、ううすごい東海地方に人集まってるなというのが過去にもあったんですけれども、まあ、それは8年前なんですね。で、そういったケースっていうのが今年起こりました。 まあなんでなんかなって考えるといろいろ要因はあると思うんですけれどもただまあねそれっていうのは倍率変動の関わりであったりとかいろいろね皆さんのまあ先輩たちが出願した時点での予想倍率ですねこういったものに対しての影響っていうのも当然出てきていることになってきますまあこういうですね細かいこと言い出してきりがないんですけれどもまあ皆さんが受けようと思っている大学っていうのがどういうまあ難関なのかということもねちゃんと踏まえておく必要性があるかなというふうに思います。 といった感じでですね、次回以降はこういったね、お話も含めながら皆さんとね、ちょっと医学部のことについて、まあ、検討していければな、というふうに思います。